ホテイトモヤス、ホテイトモヤス、ホテイトモヤス。1962年2月1日体は、日本のロックミュージシャン、ギタリスト。身長187センチメートル、血液型は B 型。群馬県高崎市高木町出身。ロンドン在住。ボーイ時代のビーイング、カーンネクション、U 音楽工房、ソロ活動後のアークにコーポレーションを経て、都営後は、 ダダミュージックに所属、同事務所の CEO も務める。1981年、ボーイのギタリストとしてデビュー。ボーイ解散後は、ソロ活動のほか、吉川浩二とのユニットコンプレックス、他ミュージシャンへの楽曲提供など幅広く、活動している。またレコーディングでは、ギターだけでなく、ベース、ドラムス、キーボードなども演奏する。また、世界では、 ホテイ名義で、イギリス、ドイツなど欧州でアルバムをリリースしている。イギリスのロックバンド、ジーザス・ジョーンズと親交があり、ジョイントツアーも行った。映画や CM への出演など、俳優、タレントとしての活動も行っており、テレビ出演も、ボーイの元メンバーの中では一番積極的に行っている。最新のホテイが最高のホテイがモットー、ポルシェ社のキャッチコピーから、 現在の愛車は、トヨタのアルファード、AMG の E63T、シボレーのエクスプレス版、アストン・マーティンの V8 バンテージ。A6 本戦会にて、アイデア賞を受賞し、17歳、高校3年時に中退後の時に上京。1981年に、氷室京介らと共にボーイ、後に、ボーイと改名を結成。 翌1982年にリリースしたアルバムモラルでデビューする。ボーイは1987年12月24日、渋谷公会堂で解散を発表し、翌1988年4月に行われた東京ドームでのライブラストギックスをもって活動を終えた。ボーイ初期には演劇型アプローチのロックバンドオートモッド、他に高橋誠、 パーシンズの渡辺三倉が在籍アペッツというバンドにも参加していたり、ギタリストとして知られるようになってからは、鈴木正幸のソロデビュー曲、ガラス越しに消えた夏をはじめ、吉川浩二、中島美雪、後藤尻プロデュース、アニメ、ストップ、ひばりくん、ED、風の谷のナウシカサウンドトラック、山下久美子、吉田健プロデュースなどのアルバムに参加している。 1985年6月から8月にかけては、泉谷シュゲルのバックバンドのメンバーとして、1986年以降は、当時の妻だった山下久美子のバックバンドのメンバーとしても、活動していた。ボーイでの活動を終えて、氷室京介が1988年7月21日にソロデビューしたのに続き、半年後の同年10月にソロファーストアルバム、 ギタースムをリリースし、ソロ活動を開始。藤井武氏、ホッピー神山とのコラボレーションによるギターとコンピュータの融合で歴史に残る斬新なアルバムとして注目された。イギリスにおいてシングルを発表するも注目されることはなく、同年12月に吉川浩二とコンプレックスを結成し、シングル Be My Baby でデビュー。2枚のアルバムを発表したが、 音楽性の違いで吉川と対立し、1990年11月8日に行われた東京ドームでのライブをもって無期限活動休止に入る。コンプレックス休止後は一貫してソロ活動に専念する。音楽プロデューサーとして今井美希、愛川七瀬、時を、藤文や、ジル、パーシンズやエスミマキなどのアーティストに楽曲を提供した新人儀なき戦いや、 キロトンなどの映画音楽も手掛ける。また、新、仁義なき戦いや、サムライフィクションなどでは、俳優としても活躍。その長身と小ア表を活かし、長瀬正俊とのコマーシャルにも出演。1990年から1993年、NHK、FM、ミュージックスクエア木曜微分のパーソナリティを務める。1994年、東大寺にて行われた。 ユネスコ主催のグーム94から21世紀への音楽遺産を目指して青ニオシに日本を代表するアーティストの一人として出演。マイケル・ケイメン、ジョニ・ミッチェル、イニクセス、ロジャー・テイラー、ライ・グーダー、レイ・クーパー、レナード・エトーラと共演した。1996年、上気イベント、青ニオシをきっかけに交流を深めたマイケル・ケイメンからのオファーで、 アトランタオリンピックの閉会式に出演。1998年には、ケイメンと、ギターと、オーケストラとの融合作品、ギターコンチェルトに参加したり、シングル、サンキュー&、グッドバイのプロデュースを k m メンに依頼したこともあった。2003年、クエンティン・タランティーノからのオファーにより、新・人義なき戦いのテーマが、バトルウィズ・アウト・ナー・をアヒューマニティとして、映画、 キルビールのメインテーマに採される。これにより、イギリスの iTunes Store の音楽部門で1位を獲得したり、欧州サッカー連盟の入場テーマにも使用されたりと、同局の知名度は飛躍的に上昇した。2007年、ホテイプレゼンツスーパーソウルセションスブライアンセッツァー、VS ホテイ VS チャーと関したライブにおいて、 シャールとブライアン・セッツァーとの共演を果たし、翌2008年には、クレイブ、カメダ・セイジとの単発ユニット、ザ・スリーにて、映画、隠し取での三悪人ザ・ラスト・プリンセスの主題歌をリリースしている。長らく、ソロミュージシャンとして活動していたが、2011年4月28日に、公式サイト上にて、東日本大震災の復興支援ライブとして21年ぶりに、 東京ドームにて、コンプレックスの人夜限りの復活を発表。当初は7月30日のみの予定だったが、5月末には7月31日の追加公演も発表された。日本一心と銘打った、このライブの動員数は2日間で10万人以上、収益は6億5431万8473円に、上った。収益金は、震災の復興、復旧に、 全額寄付された。同じく2011年には映画のメインテーマを布袋がアレンジするという形で12月に公開された同シリーズの第4作の日本国内向け宣伝用楽曲を手掛けている。2012年夏、長らく住み慣れた日本を離れ、ロンドンへと移住。音楽面をはじめ自身に多大な影響を及ぼした同地にて新たな夢を叶える胸を表明した。 2014年3月6日、ローリングストーンズの14を ON ファイ e Japan t o u 東京ドーム公演にバンド側からオファーを受けゲストとして出演。リスペクタブルで共演を果たした。2015年4月、イギリス現地のレーベル、スパインファームレコードと契約。同年10月にはアルバム、ストランジャースをイギリス、欧州、日本にて同時リリースした。 ボーイ時代やコンプレックス時代は8ビートを基調としたポップな楽曲、いわゆるビートロックやパワーポップをメインに制作していたが、ソロアーティストとなって以降はデジタルロック、ニューウェーブ、ファンク、グラムロック、ポップロック、プログレッシブ、テクノ、クラウトロック、ブラスロック、ハウス、レゲエ、パンク、ポストロック、エレクトロニカ、ドラムンベース。 アンビエント、ロカビリーなどをはじめとした様々な要素を取り入れたサウンドを展開しており、アルバムごとに音楽コンセプトを一変させ、世界観の異なる作品をリリースしている。このような姿勢についてホテイは、日々変化してこそ、ロックンロールと語っている。自身が最も影響を受けたミュージシャンに、デビット・ボーイ、ティーレックス、ロキシー・ミュージックを、また自身をギタリストにした人物として、 マーク・ボラン、ミック・ロンソン、クリス・スペリングを挙げている。特にデビット・ボーイへの敬愛は強く、インタビューなどで頻繁に名前が登場している。また自身の音楽コンセプトを毎回変えるという、スタイルも、ボーイから受けた影響の一つである。他にも、ジューシー・シー、エルビス・コステロ、XTG ーー、スパークス、クラフトワーク、デフ・スクール、スティーブ・ハーレーコックニー・レベル、ディーボー、 トーキングヘッズ、ラフ、ウルトラボックス、ジグジグスパトニック、ジーザス・ジョーンズ、ギャング・オブ・フォー、テレビジョン、デキシーズ・ミトナイト・ランナーズ、ブームタウン・ラッツ、セックス・ピストルズ、リー・リトナー、アルディ・オラ、ブリジット・フォンテーヌなどをはじめ多岐に及ぶ。現在でも非常に多くのミュージシャンを愛聴しており、自他共に認めるレコードマニアである。基本的に、ブリティッシュ・ムーブメント、 特にグラムロック、パンク、ニューウェーブからの影響が強いが、一方で、レイ・パーカー・ジュニア、ジョニー・ギター、ワトソン、アルマッケイなど、ブラックミュージック系のギタリストを好んでコピーしていたことから、ファンクへの関わりも非常に強い。ライブ活動には非常に精力的であり、現在でもアリーナ、ホール、ライブハウスなど様々な規模のステージを踏んでいる。ライブアーティストでありたい。 あくまでライブをやりたいから楽を作るなどステージを意識した発言は数多い。ステージセットや演出への関わりも強く、代名詞とも言えるアグレッシブで独特のステージアクションを評価しているミュージシャンも多く存在す。サポートメンバーはツアーごとに入れ替わることが多く、ライブコンセプトやサポートメンバーのスタイルなどによって過去の楽曲にもさらなるアレンジを施し、 時にオリジナルテイクと大きく姿を変える。基本的にほぼ毎回のライブ及びツアーのたびに新たにアレンジされた過去の楽曲が披露されている。楽曲のみにとどまらず、ファッションやビジュアル、アートワークも活動コンセプトの一端として重視している。作品の世界観に合わせて、スーツや革ジャン、近未来風ファッションやゴシック調の衣装にも袖を通し、スタイリングも変える。 このような姿勢は、ボーイ結成当初から持ち合わせており、ヘアメイクや衣装、ライブコンセプトのアイデアをたびたびメンバーに提案していた。インスタントラブの時期に、青山のブティック、T キッズに衣装提供を直談判し実現させたというエピソードもある。また、高校時代にレタリングの通信教育を受けていたことから、ボーイ時代初期は、ライブの宣伝チラシのデザインも担当していた。 音楽以外に、絵画や詩、映画、文学なども好み、曲作りに影響を受けたエピソードも、著書やインタビューなどで語られている。アンディウォーホル、ジャン・コクトーアルチュール・ランボー、サルバドール・ダリ、アントニ・ガウリ、フィンセント・ファン・ゴフホ、ケネス・アンガー、スタンリー・キューブリック、ウィリアム・バローズ、小池・マリコなどを趣味として挙げている。旅に出ることも多く、 様々な土地でのエピソードがたびたび楽曲に反映されている。特にロンドンへの愛着は、ひときわ強く、2012年に同地チェ移住する以前から別宅として、アビーロードにフラットを所有しており、レコーディングやプライベートでたびたび訪れていた。前述のような音楽思考からビートへの関わりは、非常に強く、様々な場面で口にしている。また自身のことを、リズムギタリストとか、 リードギタリストとかあるけど、僕はビートギタリストだと語っている。固定のギタースタイルの象徴の一つとして、バッドフィーリングのリフに代表される独特のカッティングが挙げられるが、これもビートへの関わりとファンクミュージックからの影響を強く受けていることが背景にある。バッキングの際はブリッジミュートを駆使してリズムを際立たせるプレイをすることが多く、 ハードロックなどの歪み系のサウンドは出すことは少ない。のっぺりと歪んだギターはあまり好みじゃなく、そういった音楽はあまり聞いてこなかったとも発言している。ギターを弾く際のピッキングのアタック感やリズム感を意識している。発言もた、様々なミュージシャンから固定のギターはコンピューターのような正確さだと評されており、スティーブ・エトーは迷った時には彼のギターを聴けば、 確実と語っている。アマチュア時代は毎日クラフトワークを聴きながら、楽曲のループに合わせてギターフレーズを考えていたという時期も存在し、理想のギタリスト像について、マーク・ボランとレイ・パーカー・ジュニアを合わせたようなギタリストになりたかった、マーク・ボランのようなグラムな衣装で、黒人のようなファンキーなカッティングを、 クラフトワークのビートをバックに踊りながら弾くギタリと、というなんとも奇妙なものだったと語っている。同時に、パンクやニューウェーブからの影響により、アマチュア時代からストラップを長くして、腰の位置で弾くなど、テクニックよりもオリジナリティを重視してきた結果、未だに小指はうまく使えないという。一方で5弦6弦を親指で押さえるといった、スタイルを多用している。 このようにリズムへの関わりは強いが、歌メロディーに踏襲したリードギターも大きな特徴である。ロックミュージックのギターソロやフレーズにおいて使用頻度が高いペンタトニックス系が、固定のギターソロ等ではほとんど使用されておらず、通常のドレミと同じ西洋7音階にて構成されている。特に、ボーイ時代は音階は音が離れていない方が耳馴染みがいい。 ギターソロは驚かせるものではなく、弾き手をほっとさせたい、アドリブっぽくならないようにと本人曰く、簡単だけど耳に残るフレーズを徹底的に追求した。同時にギターソロに関してはテクニックよりも感情移入主義であるとしており、作曲者としては、ボーイのマリオネッテやコンプレックスの BE My Baby など基本的にメロディが湧いてくるタイプ。 ギター弾きっていうのは無限のメロディを持っていなかったら成り立たないし、優れたアドリブを弾けるには、優れたメロディーメーカーじゃないと不可能。最終的には解釈もコード進行も関係ないし、全部気持ちの豊かさから来るものと語っている。ボーイ時代はコーラス、アナログディレイ、ハーモナイザーを、はじめ自らをエフェクターの鬼と称するほど、多種多様のエフェクターを用いていたが、 4人バンドで、コード楽器は俺しかいなかったから、広げたり飛ばしたりをやらないとすごく、モノクロなロックンロールになってしまうのも手伝って、結構使ってた。ボーイをやめた時にもうエフェクターを使う必然性は、ないなってという言葉が示す通り、ソロ以降その数は減少している。しかしソロキャリアでもデジタル要素の強い作品を、リリースするなど、使用率は、 決して低くはなく、特にディレイは現在までマストアイテムとして定着している。ピックはおにぎり型のハードタイプを愛用。ピックと爪を同時に弦に当てながら弾く、ピッキングハーモニクスため、独特のサウンドを奏でる。一度のライブで爪がかなり消耗することから、ツアー中はコーティングを欠かさず行っている。また、ギターは左手も大事だけど、それ以上に右手が大事としており、 同じフレーズでもピッキングハーモニクスを聞かせるなど、右手の使い方次第で、サウンドに個性を出すことができると語っている。固定自身の手は子新ながら、小さく柔らかいため、このことと前日の5弦6弦を親指で押さえるという、スタイルが、バッドフィーリングや、二人のアナザートワイライズなど、独特のカッティングを駆使したゆる、テクセフレーズを生み出すのにこうそうしたと評している。マーティフリードマンは、 自身の著書にて、ギターの音を聴いただけで、誰が弾いているかわかる日本の個性派ギタリストとして、CHR、松本隆弘と共に、布袋の名を挙げている。今井樹ジ也杉クなど布袋からの影響を公言しているプロのギタリストも数多い。プレイのみにとどまらず、独特のステージアクションも布袋の象徴として挙げられることは多い。 ギターを始めた当初からステージで演奏することを考慮し自宅でも立って弾いていたという。ボーイがブレイクする以前は新宿の椿ハウスや六本木のクライマックスなどのディスコへも盛んに足を運んでおりギターをかき鳴らすアクションでジャンプしながら踊っていた。間違いなく自分のステージアクションの原型は椿ハウスとクライマックスのダンスフロアで出来上がったと断言できるところである。 楽曲制作に関しては、作曲を優先、曲先にする。ギターリフから作ったもの、ベースリフから作ったもの、メロディから作ったもの、リズムパターンから作ったものと、バラエティに富んでいる。前述の通りライブへの関わりが非常に強いため、作曲の時点ではあまり意識しないが、編曲はライブを意識して行っており、基本的に、ライブで再現できないことは CD でもらわないというスタンスである。 ステージでのパートはギターとボーカルのみだがレコーディングの際はベースやキーボードなども自らが演奏する。またデモテープ制作時はプログラミングも行う。外出先などでフレーズが思い浮かんでも録音したり譜面に書き残すといったことは一切しない。本人によると忘れてしまうようなフレーズは所詮その程度のものだったということでありギタースム4のようにデモテープを一切。 制作していないというアルバムも存在する。そもそもギターの譜面に関しては読むことができず、自分が作った楽曲を譜面に起こすこともできなコードも基本的なもの以外はよく知らないという。そのため、大井時代初期にスタジオミュージシャンの仕事が入った時は小さいコードブックを隠し持ってスタジオ入りしていた。サンキューグッドバイなど一部を除き、現在までほぼべての作品で、 セルフプロデュースをとっているが、これについては、僕のプロデューサーって立場はあくまでもギタリストの延長。いいミュージシャン、いいギタリストでいるためには、ドラムもベースも歌も知らなきゃいけないっていう。初めて作ったモラルが、全く満足いかない仕上がりになってしまったことが、一番きっかけとして大きかった。これは、スタジオの作業をもっと知らなきゃいけない。ただ演奏しただけでは、 結果的に作品としてのあるレベルには至らないと痛感した。それからミュージシャンとしての自分自身を大切に、いろんなことをクリアして、プロデューサーと呼ばれるようになったとしている。高橋誠は、固定の音楽スタイル、プロデュースワークについて、一見すると、ルーツが見えづらいが、あえて言うなら、一人ミックスチャー。あらゆるジャンルの音楽を貪欲な曲げに飲み込んで、すべて自分の中で消化して、 固定色に染め上げてしまう。自らのルーツミュージックに立ち返ることを布袋は決してしなかった。なぜなら彼にとってのルーツミュージックとは固定ともやすそのものだからだ。自分自身をルーツにしようとしていたのは間違いないだろう。ルーツが見えづらい上にツールも多くギター以外の楽器も一通り何でもこなせる。レコーディング時にはかなり具体的なフレーズを要求してくることが多かった。 本人がドラムも叩けるからこそであり、医師の疎通も非常にスムーズだったと著書に記している。自身の著書、秘密によると、父親は韓国人で、韓国にも家庭があり、母は日本での妻という立場だったとのこと。貿易商であり一年の大半を国外で過ごしていたため、日本に戻ることはほとんどなく、母子家庭同然だったという、真摯かつ厳格な人物で、 父親が帰国すると、家族全員が清掃して、夕食のテーブルにつき、テーブルマナーにも厳しかったという。映画、新、仁義なき戦いに、マサリュウの役で出演を決めた理由について、彼の追い立ちと同じく、僕も父親が、韓国人で、アウトサイダーとして生きざるを得なかったと語っている。母親は、余一生まれ、ロシア、カラフト育ちの日本人とロシア人とのハーフで、 日本国籍とのこと。かつて、高崎駅前にてクラブを経営していた。父親とは、対照的に天真爛漫な人物で、ボーイ初期は、補填の音楽活動に対し、否定的だったが、1986年に、初の日本武道館、ワンマンライブに招いた際には終演後、あなたならやると信じていたわと割れたというエピソードがある。妹はかつて、 ガラパゴスのボーカルとして活動していた、カノ・タマキ。ガラパゴスは1991年から1992年に行われた、ホテのギターシムアクティブツアーで前座を務めたり、ホテが同バンドの楽曲、ガツの流す涙をラジオ内でカバーしたりと、音楽上でも交流があった。1994年のガラパゴス解散後は、新たにスーパーエゴを結成。後に、 同バンドのドラマーと結婚した。名はシンガーソングライターの田口花。かの玉まの長女であり、2015年にメジャーデビューしている。なお補定は、花という名前を名優であるジーザス・ジョーンズのマイク・エドワーズの女児にセカンドネームとして送った。幼少時代にピアノを始める。母親がハリウッド映画のサウンドトラックやアルゼンチン単語を好んで聴いており、 彼女からのリクエストでこれらの楽曲を弾くことも多かったという。14歳の頃、マーグ・ボランのポスターを見て、感銘を受け、ギターを始める。初めて買ったギターは、ストラトキャスタータイプで、この時の資金は、母親の財布から失敬した1万円だった。幼少時代から服装には関わりを持っており、カブスカウトの制服に憧れたり、小学校高学年になると挑発にして、 ベルボトムのジーンズを履くような少年だった。本人曰く、当時の群馬県では、中学生になると頭髪を坊主狩りにしなければならなかったと語っており、これを避けるために、私服登校が可能な中高一貫性の私立校へ進学している。高校時代は、真っ赤なスーツで登校したり、デビットボーイのアラジンセインのジャケットを真似て、眉毛を反り落としたりもしていた。後に、 独特のギタースタイル、ビジュアルを確立した大きな要因として、自身の人と同じことが大嫌いという性格を挙げている。前述の通り風代わりな服装で投稿したり、クラスメートがレッドチェッペリンやディープパープルなどに夢中になっているのをよそに、ロキシーミュージックやブリジット・フォンテーヌード、いわゆる王道とは一線を隠す音楽を聴き込んでいたのもその性格の表れである。 プロテスタント系キリスト教主義学校の新島学園高校中退。在籍した場合、その氏名などを掲載するという方針のため、同窓会名簿には名前が載っている。中退したのは卒業直前の時期であり、学校側から髪型を指摘されたことが原因である。その際、教師に向けてイエス様の方が僕より長いと言い放ったとされ、このエピソードについて、 クイズダービー第748回、1990年7月14日、放送文の最終問題で出題された。実際には挑発にそれほど関わりがあったわけではなく、あえて中退した翌日に髪を切ってしまった。一方、新島学園にも、生徒の個性を尊重すべきだと布袋を擁護した人物がいた。その人物は、氷室京介や松井継松。 山田かまの小学校時代の担任であり、後に、かまの作品を世に送り出す人である、当時、新島学園高校の美術科非常勤講師だった、竹内敏夫。群馬時代には、ブルーフィルムというバンドを組み活動していた。メンバーには後に、ボーイのマネージャーとなる、土屋広ボーイのメンバーとなる、深澤和明がいた。同郷の後輩である、矢神徹によると、 当時の高崎界隈では、氷室京介と松井津根松が組んでいたデスペナルティとブルーフィルムが人気を2分にしており、両バンドが対ンを行うと500人規模のホールが埋まるほどで追っかけまで存在していたという。大井時代から現在に至るまで愛用されている白黒の幾何学模様のフェルナンデス。後にネックや金属パーツなどをゾディアックワークス製に交換しているテレキャスター。 テジア HT は市販の数あるシグネーチャーモデルのギターの中でも特に有名である。この模様は補定のトレードマークとして、ボーイ時代のステージ衣装やソロ活動以降のギタリズムマークのモチーフ、公式グッズの衣装、ギタースム柄、G 柄にも使われている。模様は当時 ESP 製の一本しか持っていなかったテレキャスターを各局したいと考え、 酒を飲んで酔っ払った勢いで、あ、ミだくじーと口ずさみながら、トイレで描いたとされている、当初は白いボディに黒ライン。左肩に宙を羽ばたく鳥と、ヘブンという文字のタトゥーがある。これは1987年にベルリンで入れたもので、当時ボーイ解散が決定し、知事は音楽業界からの引退も考えたが、最終的に、 自分は天国に行くまでギターを弾き続けると決意した、才の誓いの証とのこと。1986年1月に、歌手の山下久美子と結婚したが、1997年11月に、離婚した。1999年6月に、女優、歌手の今井美希と再婚し、一人娘がいる。その後2004年、フライデーに、当時、穂坂直樹の妻であった。 高岡紀との関係を写真付きで報じられマスコミを賑わせたが、今井美樹との関係が壊れることはなかった。2007年10月、パンクロック歌手で、芥川賞作家の町田康氏に暴行死刑傷を負わせたとして、木更津簡易裁判所より傷害罪で、罰金30万円の略式命令を受けた。なお、暴行事件を起こした布袋を、布袋ともやす容疑者ではなく、 固定ともやすし、または固定ギタリストと呼称した一部マスコミも存在した。本人は自分が全面的に悪いと非を認めている。2011年に東日本大震災で被災した宮城県南三陸町にボランティアとして訪れたことを明らかにしている。2012年8月、ロンドンへと移住。移住前にはブログ上で 長年の夢だったロックの発祥の地であるロンドンで腕試しをする胸を明かしていた。以下、テレキャスタータイプ以外でフェルナンデスブランドで制作されたギターを記す。海外及び移住後のロンドンでの活動はすべて現地時間に基づくものとする。1979年。1980年。1981年。 1982年、1988年、1989年、1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、 2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年,年、2016年、2017年、2018年、各公演のアンコール演奏曲のみ収録した期間限定販売品、企画品番の数字が、 公演日を表している。突起がない限り、iTunes Store、Amazon Music、Mora、Deco など主要プラットフォームにて配信。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。